京都の方ってパンお好きなんですか、はい、なんかあんまりイメージなかったんですけれど、はい、パンにコーヒーとかっていう方すっごい多いと思います、じゃあパン屋さんも結構多いんですか。すっごく多いですね。その中でも下京区にあるマルキ製パン所さんになります。朝早くから開けてらっしゃって、本当の近所の方たちが、ね、皆さん行かれるようなパン屋さんで、地元に愛される、そうです、ね、親しまれてるパン屋さんって感じですよね、はいはい、近所なんでよく行くんです。そうなんですか、へすごい好きで、コッペパンの中にいろいろ挟んでる、あ本当だ、パンがたくさんあるので、本当にサラダロール私好きだったりするんですけど、あとあんこが好きなので、 あんこが入っているパンであったり、次々焼いてどんどん持ってきはるから、うん、なんかあったかいうちに食べれたり、はい、エビプリカツとか私すごく好きですね、うん、美味しそうですね、名前からしても、うん、絶対美味しい、間違いないですね、これもやっぱり、はい、いっぱい買ってちょっとずつカットしながら家族で食べたりします、うん、いいです ね、京都の人はすっごくうどんが大好きで、そうなんですか、はい、うねのさんというお店で、老舗のおだしの専門店がされていらっしゃるおうどん屋さんなんです。あじゃあもう間違いないですね、間違いないおだしです ね、もうこれから肌寒くなってきたらちょっと鍋焼きうどんとか九条ネギとかお湯葉とか生風とかが入ってたりとかして、京都っぽい。他にありますか。おかきたという平安神宮の近くのお店になります、うん、ここもやっぱし天然の利尻昆布のみ使われていて、おすすめのメニューがふわふわの卵に覆われたこの天とじうどんです。あこれですか、はい、本当ふわふわなのが分かります。お出汁がすごくいいから甘いちょっと卵でも合うっていう、はい、ここでしか食べれないっていうようなおうどんですね。秋から冬にかけてやっぱしおうどん食べたくなりますね。そうですね、はい、